あ、まあ、同い年だ、本当に。うわお、ルキとかっこいいですね。スカイラインも、ホコスカもこうやって開くんですか。続いては、後ろにこれ箱スカあるんですけど、はい、こちらも販売車ですか。そうですね、これから、販売する車です。ちょっと今、中とか仕上げているところですね。はい、すごい。このテールを見ると、年式的には初めの方ですかね。そうですね、これいわゆる45年の4号テールって言われるものなんですけども、まだ、はい、あ、ま、同い年だ、本当に。あ、こちらも、こちら、はい、昭和45年生まれ。そうなんですね。このちょっとこの細い、こう一体型のテールがなんとなく昔のイメージですね。この後はちょっと変わりますもんね。あのテールも2つになる、ね、四角の四角が2つになる、ね。はあ、いや、すごいですね。これここちょっと膨らみがあるんですね。かわいい。やっぱ繊細な作りですね、デザインが。はあ、バックランプも一つここにこう細長いのがついてます。いいですね。このマフラーもう、これ当時のものですかね。いや、だ、変えてますかね。1回ぐらいは変わってると思います。1回ぐらい変わってますか。いいですね、かっこいいな。はあ、いい、シルバーですね、明るくて。うわ、かっこいい。フェンダー、リアフェンダー少し、これは加工、いわゆる加工してるんですよ。フォードの箱使って、GTR だけがこういうふうにリアになってるんですけれども、これは GTR ではないんですけれども、こういうふうにフェンダーをカットしてこうしてるのが、要は GTR 仕様。その GTR にのように作ってあるっていう感じですね。で、改造してあるっていう感じですね。そういう、はい、GTR のオマージュというか。そうです、そうです。はい、じゃあ少しこうバッてフェンダーを広くして、これがまたセクシーなんだな。あ、うわお、これ今もう修繕中ですもんね。そうです、これ今ちょっと、やってる途中です。だからこの様子が見れるって、むしろ今の機会しかないっていう。ロキトかっこいいですね。これ 2000cc ですか。これ 2000cc です。あ、ごめんなさい、もともとは2000なんですけれども、2600cc のエンジンに乗せ替えてあります。あ、そうなんですか。なので L26 っていうやつですね。はい、よりじゃあ大きく、排気量も大きくなって。フェアレディ Z と比べると、多分このエンジン自体が少しスリムなんですかね。あと周りのものがいっぱい、やはりあっちの方はついてるので、エンジン単体で見ると同じなんですけれども、周りがこう全然違うので、こっちはもう本当にスカスカですからね、あのエンジン量は。なるほど、スカスカ、さすがですね。そういう意味で言ったので、ありがとうございます。いやいや、電子機がだんだん上がってきたときに、いろいろついて、もうどん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 、いろんな、またエンジンもこう進化して、ドレスアップされていったというか、周りのものも増えていったと。これもいいですね。あ、これ、スカイラインも、箱塚もこうやって開くんですか。そうです。もともとが。昔の車自体がそういう感じが多かったんですか。そうですね、スカイライン、そうですね、箱塚までですね。この次のケンメリっていうやつになると前から来ます。かっこいいですね。ほぼ直角に開くのか。でこう広くて、あの作業はしやすいですよね。すごい。高橋もものすごくグラマラス、セクシー。すごいですね。はい、かっこいいな。いいですね、いいですね、素敵なシルバー、ほんと光り輝く。で、フェンダーミラーバッチリ決まって、シルバーなんかね、しそうだね。うわ、かっこいいですね。やっぱりこのお顔を拝見すると、
丸四と、そしてやっぱり年式が初めの方だということで、やっぱり箱塚のグリルが違いますね。この初期型の方はやっぱこう、そう、このここのグリルがね、あ、これは初めの方って分かるグリルなんだな。おー、 N23、 そしてこのライトとグリルをずっと一筆書きのようにしてこう包んでいます。箱塚のやっぱりこうちょっとこう、なんていうか、こうなってる感じっていう、あのライトグリルのフロントマスクっていうのは印象的ですけど、こうやっぱりそこをこうより印象付ける感じのこの枠になってますね。そしてスポイラーがバッチリ決まりますね。ですね、かっこいいね。いいね。たまんないね。やっぱり、4ドアの、4枚ドアのやっぱりかっこよさもあります。それは2ドアのやっぱりね、まあ、スポーツカーっていう感じのやっぱり美しさもあるんですけど、この4枚のドアっていうのもまたいいんですよね。4枚ドアがあってドアノブが2つあって、この流れがねかっこいいんだな。ここのやっぱり箱スカも箱型っていう感じだから箱スカなんでしょうか。ここにやっぱりちゃんと角度をつけてグーッと、少し角のイメージをつけて、これステアリングも純正なんですか？ダットさんの。あ、これは純正じゃないです。ダットさん、いわゆるダッツンコンペってやつ、レプリカですね。はい、すごい合いますね、やっぱり、ね、この車に。これはいつぐらいに販売予定ですか？じゃあもう間もなくです。中今ちょっとあのカーペット作ったり、内装仕上げてるので、それを終われば、あの出せるっていう感じなので。そうですか。はい、もう間もなく。もう間もなく。はい、あれ、もしかして、え、あれ、いやいやいや、箱塚憧れでね買いたいですけど、なかなかね、そういう手が届かないですけど、いくらぐらいに設定されますかね。580万円ぐらいです。おお、もうすぐ出ましたね。580万円。よく聞こえなかったです。え、いくらって言いました？580万円ぐらいです。580万。やっぱり、今まで見させてもらったらなんか2倍ぐらいになっちゃいました。2倍以上ですか？今まで200万円台前半が多かったんですけど、箱スカはやっぱりどうしても値段がもう、そのぐらいになっちゃいますよね。ツードアだともっと高いですね。はい、そうなんですね。これはいわゆる45年仕様、45年の GTR 仕様になっているので、はいはい、そうなんです。これは本当は47年なんです。あ、本当は47年なんですか？はい、だからテールとかグリルを変えて、リアフェンダーも加工してカットしてっていう感じなんですよ。なるほど。仕様になってるっていう感じですね。まあ、本当はそういう、なるほど、45年仕様になってる。はい、箱スカっていうのは何年から何年ぐらいまで作られてたんですかね？42年か43年から47年まで。47年までね。はい。具体性を帯びてきたね、なんかね、質問が。いやいやいや、乗りたいよね。ありがとうございます。いや、買いたいですよ。似合うな、ウトさん。あ、ほんと似合うの。いいな。いや、Z も似合ってましたけど、この色の箱スカ、めちゃめちゃ似合ってます。そう？そう、めちゃめちゃかっこいいです。似合ってます。本当、はい、買っちゃう。いや買いたいですけどね。買っちゃう日産。買っちゃう日産。いやとんでもない。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。